皆さんこんにちは、アリステミの寺田です。今日はですね、今日もこの竹芝オフィスから、皆さんにお伝えしていきます。今後のですね、SI業界どうなってしまうのかというふうに思ってらっしゃる方はぜひ聞いてください。今日はですね、なぜ SI 業界が今後ですね、崩壊に向かうのかといったところの理由の一つを、ご紹介します。これはおそらく皆さんも感じていらっしゃる一番、インパクトが高いですね、強いものだと思います。それはクラウドです。まあ、Amazon Web サービスに代表されるクラウドサービス、皆さんも使っていると思います。それがなぜ SI 崩壊を引き起こすのか。そもそもシステムインテグレーターというのは何だと思いますか。まあ、その言葉の通りですね、システムをインテグレートするわけなんですけども、昔で言うとですね、サーバーを購入して、オペレーティングシステムを導入して、ミドルウェアを導入して、もし、場合によってはですね、ネットワークの機器、ですね、ソフトウェアですけど、データベースを入れたりだとか、そういった形でいろいろ組み合わせをして、それがインテグレーションですね。組み合わせをするといったところにシステムインテグレーターの価値があったわけです。そこはですね、結構やっぱ難しいんですね。製品と製品を組み合わせる、そこに、障害というのは必ず生まれますから、そこにですね、いかに、品質を高く、システムをインテグレートするか、そこにシステムインテグレーターの価値があったわけです。ところが今やですね、AWS を使えばボタン一つで完成されたサーバー環境が手に入ります。今までですね、昔であれば、船便でですね、サーバーを運んで1ヶ月ぐらいかかってですね、それからいろんなものをインストールしてプラットフォームが作るまでに3ヶ月とか半年とかかかったわけですね。それが、今や一瞬でできてしまうと、このような状況が、システムインテグレーターの崩壊を引き落とす理由の一つというわけです。